ではね、早速ね、こちらのエキサイトさん使っていこうと思うんですけども、素材がね、柔らかい、なんだろう、どっかで触ったこともあるよ、すごい柔らかい食感。大きさこれぐらいです。前回紹介したあの棒の実に3分の1ぐらいのね、毛と、そして裏側こんな感じです。こいつをおそらく引くとブルルっていうね、振動が発生すると思われます。で、ね、さっきついてたここのこの紙を取ると、こいつに生命が宿る、動き出すというね、これが多分ここ分かりますかね、伝わりにくいかもしれないけど、この部分にスイッチがついてまして、入れると動いたよ。はい、聞こえますか、このエキサイトの鼓動が。これね、あ、これだと分かりやすいかな、分かりますか、振動しております。それでですね、こいつなんですが、こうね、ちょっと僕の手で失礼するんですが、ここをやってキュッとねやると、クラゲの頭を押してあげるとですね、まあ、真空状になりまして、こう乳首にひっついて、そしてこのね、中にあるこのバイブさんが、バイブさんじゃないね、ローターさんだね、こちらのローターさんがね、乳首に寄ったり離れたりとすることで、まあブルブルして気持ちがいいと、いう感じなのだと思います。ではね、早速ちょっと試してみようと思います。パイルダウンオン。すごい振動が来ております。ただね、僕もね、動画をね、せっかくこうレビューさせていただくので、この動画傑作はありません。なので、ちょっと僕の表情を見てね、どれほどこいつが素敵なものなのかというのをね、お楽しみください。はい、短くて伝わりにくかったですが、よかったです、ね、ってことでね、今回はこちら A1 さんのエキサイトでした、ね、もしね、こちら皆様街の中でね見かけたらね、一度ぜひぜひぜひ手に取ってね、手に取ってパンとやってね、どの程度の刺激が来るのかとか試してみていただいてほしいですし、実際乳首にも貼ってみてください。日常的にね、まあ乳首触られてる方はつけててもね、違和感一切ございませんと、ぜひぜひね、朝から晩までつけてみてください。こう素敵なね、ほんの毎日のね、変わらない日常の中にちょっとした刺激をね、楽しめると思います。はい、ってことで、またいろんなグッズ紹介していこうと思うので、この動画がいいと思ったらいいねよ、チャンネル登録コメントもね、またよろしくお願いいたします。それでは皆様、バイ。